与野党推薦の参考人がこぞってこれはやめた方がいいというようなものが紛れ込んじゃうのは、私はやっぱり与党が権力についてのものの考え方をね、先ほどから申し上げている通り履き違えているからだと思いますよ。十分ね、抑制的に本当に誰がなっても要するに自分の間は大丈夫だという発想はダメなんだということをやっぱ原口さんぜひ持ってほしいと思いますよ。っていうのはね、さっきも申し上げたように権力って腐敗するんですよ。原口さんが立派にやったら私はそれを信じないわけでもないです。しかしながらそういう乱用の余地がある制度を作っちゃったらやる余地が出てくるんですって。そういったことはもう自分から率先してなくしておかないといけないっていうことをね、ぜひ理解をいただきたいと思います。で、どうしても私気になってるのはその電感心の話でね、放送法の今回の改正案の第3条ですよね。放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ何人からも干渉されまたは規律されることがない。で、電感心の権限はこれ明らかに法律の定めがあるんですよ。干渉されちゃうってことじゃないですか。どうやってこの3条がファイアウォールだって読めるんですか。説明してください。原口総務大臣。何人からもこの3条今お読みになった通りであります。それはあの内容について放送法第3条、これシンプルな条文ですね。放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ何人からも干渉されまたは規律されることがないと。例えば私たちはその自主規制機関として BPO、 これがありますね。その BPO についてさまざまなその権能、これについても私たちは自主規制という形で放送番組を、放送事業者自らが自主規制をされています。権力がその中身についてあれを書きなさい、これを言いなさい、これは言いなさんなということはどこにもないんです。そのことを定めた法文でございます。赤澤亮生君。しかしだからね、法律に定める権限に基づく場合でなければといって、法律に定める権限に基づく場合であれば何人からも干渉されちゃうんですよ。あるいは規律されちゃうんです。そう読めます。で、加えてその法律の定め、電感心の今回の定めについてはね、法の目的の一条がそのまま全部書いてありますでしょ。で、それはね、放送の内容について、およそ電感心が物を言う余地がないっていうのは法文上はこれ読めませんよ。どうやって読むんですか。原口総務大臣、質疑の終了、時間が終了しておりますのでご協力ください。最後のご返答とします。いや、今のものはですね、この改正に関わることじゃないですね。そうするとこの電感心の条項というのは皆さんがお作りいただいた時もあったわけでございまして、あの今この法律の改正に限ったことではないという答弁をさせていただきます。はい、いや、質疑時間が終了しておりますので、質疑を終了してください。ね、じゃあ、今日採決しないって言ってくださいよ。とにもかくにもね、答えになってないですから、今からね、お話しすることをきちっとね、答えてもらわなきゃいけない。今、原口さん、今のね、答えはね、これ、恥ずかしいですよ。終了してください。というのはね、制度が変わったでしょ、制度が変わったでしょ。電感心はね、指紋でなくて自分で権威できるようになってんです。自分で権威できるようになってんですよ。電感心は自分で権威できるようになった。その時に権威できる内容を縛るのは当たり前じゃないですか。原口さん、なんでそれ答えてくれないんですか。不誠実である。原口さん、答えてください。委員長、大臣が手を挙げてんだから指してくださいよ。大臣が、原口さん、あなたのプライド自尊心かけて答えざるを得ないでしょ。今この第3条の特別な法律に定める場合というものはないんです。ないものについては介入の余地はない、これが答えです。そんなことはないでしょう。ないって。今日は3回です。日弁連の方も同じ趣旨を述べてたと思いますよ。ご答弁になる。ないという解釈は誰が決めてんですか。どうやって決めることができるんですか。おかしいじゃないですか。規律を求めます。おかしいですよ。これはまだ私は NHK の会長が国会の同意人事、答弁終わったじゃないか。これに付することができない NHK の会長が経営委員会の委員になるという考えられないような NHK 会長の権限の強化についても全く議論してないですよ。おかしいじゃないですか。なんですかこのやり方は。恥ずかしくないんですか。委員長、理事会のルールを破って
議員立法について前日に質問通告させる委員の権限も奪って全く審議をさせずに打ち切って、そんなに小沢さんの指示が大事ですか。この法案は60年ぶりの放送の改正法案ですよ。9本の法律を改正する法案ですよ。その法律をわずかに10時間ちょっとの審議で打ち切って、国民の利益がそれで害されたときに、委員長、そして与党の委員の皆さん、原口さんも、あなたたちは本当に歴史の法廷に立つことができるんですか。立ってることはおかしいでしょう。何やってんですか。職権で立ったこの委員会自体おかしいでしょう。インターネット経由でリアルタイムでこの放送を見ておられる国民の皆さんに心から訴えたい。本日の委員会、職権で委員長が勝手に立てたんです。小沢幹事長が優先法案を創設という指示を出した。天の声が出た途端に60年ぶりの放送法の改正を修正協議も打ち切って、あっという間に強行採決しようと、今日まさか本会議に上げるつもりではないでしょうね。質疑時間もなんで2時間30分なんですか。おかしいじゃないですか。修正協議を一方的に与党が打ち切って、修正案を今朝出してきたこと自体本当におかしいでしょう。修正案を議題としたこと自体おかしいでしょう。おかしくないですよ。質問が続いているからですよ。大臣がちゃんと答えてないじゃないですか。触らないでください。物理的に力を行使するつもりですか。おかしいじゃないですか。全然おかしくないですよ。奥田さん、何ですか。質疑者に対して質疑者の質問権を封じるようなことをするとは与党の横暴じゃないですか。なんでそんなことをやるんですか。修正案の質疑の時間をしっかりと確保してくださいよ。理事会のルールを無視して議員立法について提出されたときにはしっかりと前日の午後4時までに採決をすると、通告をすると、それでなければ採決なんかできないはずですよ。今日なんで採決やろうとしてるんですか。本当に重要な国民の利害に関わるそういう法案について採決強行3つ目ですよ。これで昨年度刑である公務員制度改革法案について内閣委員会で強行採決したばっかりじゃないですか。そしてまた日本の経済の国際競争力を今後100年にもわたって削いでしまうかもしれない地球温暖化法案、これについても環境委員会で強行採決をしたばっかりじゃないですか。与党の先生方、これは本当に恥ずかしくないんですか。あなたたちは歴史の法廷に立てると思ってるんですか。この60年ぶりの改正について9本の法案をですね、改正しようとするこの大改正について、なんで質疑を打ち切るんですか。10時間ちょっとですよ。おかしいじゃないですか。暴力を使ってるのはどっちなんですか。我々は三宅由紀子議員がやらせで倒れたことも忘れてませんよ。なんで与党はこういう茶番をやるんですか。少しは反省してくださいよ。おかしいじゃないですか。本当に我が党の修正協議を真面目に考えてください。どれも本当に大事なことですよ。与党理事、あなたが物理的な力を行使してるじゃないですか。続けられないんだったらやめてくださいよ。これおかしいじゃないですか。委員長、おかしいですよ。なんでこんなことが許されるんですか。特にこの放送法については言論の自由やそういうものが本当に問われてるんですよ。今までの公務員制度改革法案や地球温暖化法案についてです。それよりも勝るとも劣らないぐらい重要なものなんです。過去の強行採決を、国民の反発を反省をして、これについて強行採決するようなことはやめてください。本当に国会の歴史の汚点になってしまいます。どうかやめていただきたい。また強行採決ですか。おかしいでしょう。言論の自由、表現の自由、放送活動の自由に対する重大な侵害ですよ。原口さん、頭を下げたところでね、与党の選ばれた閣僚、与党の委員が横暴をやったことは全くこれ許されないし、歴史に刻まれたことですよ。本当に表現の自由に関わるような、報道の自由に関わるような、そういう法案をこんなやり方で、それも野党の出した修正協議途中。ドレミで学ぶ民主党、選挙前に知ってほしい政治の基本があるんだ。
国民の生活が第一は民主党、韓国中国が第一も民主党、民主党、民主党はとっても危険な政党なんだ。民主党、民主党、民主党の支持母体は。子供には難しいよね。